SNS でファンの皆さんから質問を募集しましたので、はい、回答お願いします、はい、まずは3勝目を挙げた今の率直な気持ちを教えてください。はい、4日間大会で優勝できて嬉しいです。優勝して今一番やりたいことは何ですか？そうですね、お腹空いたのでご飯食べたいです。今朝はどんな目標を持ってスタートしましたか？はい、追いかける立場だったので本当に攻めていこうと思って、はい、スタートしました。今日は前半だけで5バーディーのラウンドになりました。前半好スタートが切れた要因はどんなところですか？一番のチップインバーディーですごい流れも良くて、で2番もロングホールで取れたので一番のチップインが大きかったかなと思います。今日一番のバーディーを教えてください。そうですね、16番の、ロングホールのバーディーです。振り返っていただけますか？はい、セカンドショットが結構思ったよりも左に行ったんですけど、そこからちょっとライが悪いアプローチだったんですけど、うまく打ててバーディーが取れたの でそこで差も一打広まったので、すごく大きいバーディーだったかなと思います。どんなトレーニングをしたらあんなに飛距離が出るんですか？いや、あんまりトレーニングしてないんですけど、そう、でも体幹トレーニングとか下半身とかは少しやってます。体幹トレーニングっていうのはどんな内容というか？体幹はプランクとか、プランク系が多いですね。それを1日にどれぐらいやってるんですか？いや、毎日はやってなくて、最近サボってたんですけど、先週の予選落ちでまた始めようと思いましたね。日頃食事で気をつけていることはありますか？基本は好きなものを食べてるんですけど、でもあんまり揚げ物とかは食べないようにして、あと小麦もあんまり食べないようにしてます。何か遠征でこう外で食べることが多いと思うんですけど、はい、そういう時もそういうのをしっかり守る意識してるって感じですか？はい、意識なるべく食べないようにしてるんですけど、でもラーメンとかたまに食べたい時あるので本当にたまに食べるようにしてます。ゲイリー・ジョンスとキャディと2勝目になったと思いますが、はい、キャディさんとは何語でどんな話をラウンド中にしているんですか？基本は日本語ですけど、たまに英語で言ってくるので、そう、わからないなって思ってます。18ホール回る上で、相談する上で大事なポイントとかあると思うんですけど、そういう時に困ったことってないですか？言葉でですか？言語で、はい。でも日本語で基本言ってくれるので、分からない時は何回か聞き直して、分かるまで、はい、会話するようにしてます。ちなみにキャディさんと話して今日一番印象に残っていることって何かあったりしますか？そうですね、何ホールかちょっとラフに入れたところがあったんですけど、フライヤーするかしないかとかの相談が、今回はうまくいいジャッジができたので、はい、そこが良かったです。優勝のご褒美で今一番欲しいものは何ですか？野球のグローブがずっと欲しくて、もう買ったので今はないですね。そのちょっとグローブについてじゃあ教えていただけますか？はい、グローブはローリングスっていうメーカーのピンク色をオーダーしました。その色はこだわりがあるんですか？はい、ピンクが好きなので、でローリングスにピンクがあったので買いました。それは今もう届いてるんですか？はい、届いてます。全米女子オープンは楽しみですか？
はい、楽しみです。どんなことが楽しみですか？まあまあ、アメリカに行ったことがなくて初めて行くので、そこも楽しみですし、本当に自分がどこまでできるのか、はい、そこも楽しみです。その生活の部分というか、ゴルフ以外の面で何か楽しみありますか？まあ、グローブ持っていくのでまたキャッチボールアメリカでもしたいです。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に応援していただいたファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。今週3勝目を挙げることができました。また、自分のプレーをして優勝できるように頑張ります。ありがとうございました。